もピョキンです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコーストロールドということで、この制作者さんのトロールコース僕初めてするんだけど、トロールコーストを作ってるいろんな方からですね、この方のトロールコースマジで素晴らしいですよっていう声を何度も耳にしたことがあるんですよ。そしてね、このコースかわかんないんだけど、制作者さんからですね、僕のコースをするときは ID を隠してくださいってコメントがあったことがあるんですよね。なんで今日のこのコース ID を伏せさせていただきます。ということで早速やっていきますか。クリア率は 0.72%。 そして僕いつも思うんだけど、初めての方のトロールコースをするときってめっちゃワクワクするんだよね。さあまず最初にバネがぼっちでいますけど、何もしてこないよなバネ。迎えに来たよバネ、一緒に遊びに行こうね。拍子抜け、え、上の果てなんだ。なるほどね、こんな時間差な攻撃僕は絶対に食らうことはないよ。それじゃあバネ遊びに行きますか。ここで空中バネちゃん、ピョーン。そしてこのまま上に行けと、快楽バネバネは僕と遊ぶのが嫌だったみたいだね。そしてやっぱ初めての方だな、見たことのないような罠が来てる。こんなところに近くの枠設置すんだって。このチャンネルは叩くしかないんだよ、頼む何もないでくれ。あみんな僕思うんだよね、あんな四角の枠絶対に隠しブロックがあると思うじゃん。なんでここをわざわざ叩く僕、高評価に値するんじゃないのかって。最近何かといって高評価を狙いにいってる僕、こんな罠には引っかかりませんよ。それじゃあこのグッズでヒップドロップをしてブラパを倒せと。はっ、このまま右。これいけないかな。右、左、そして天国へ。それじゃあここは一旦ヒップドロップしてジャンプして敵を避けた後に右に行けっていうことなんだろうね。さあもう鉄球来ないよな、また来るのか。ナイス猫パンチ、そこもっかいヒップドロップ、なんでよ。これはうまいね、ここは見事と言わざるを得ないね、すごいうまい。じゃあここは雲に乗って上に行けと。さあここは左下のこの針怪しいな、一旦このまま左上まで行ってみる。そしてギャー。それじゃあこの雲に乗ってさ、どっかで隠しブロックあったよね、この上から。危ねえ、もうないよな。よしよし、それじゃあ進んでいきますか。さあこの土管に入ってツタに捕まる、これが正解。まさかのツタに騙されたね。じゃあここは右を進歩してあの石や石を回避しろっていうことでしょう。さあ逃げろ、ここでビードで入っていく。ツタ生えてんじゃねー。楽しすぎるこのコース、 USJ の 1.2 倍ぐらいは楽しいね。次もなんかすごい罠が仕掛けられてそうだな、これ魚なんじゃないか。一回左に逃げる、これで合ってるね、絶対合ってる。でここでこの場所でまさかの魚だよ、ピンポイントに降ってきやがってさ。この方さ、ツタの使い方がめちゃくちゃうまいよね。だが僕は一時ツタキングと呼ばれていた男だぞ、こんな僕に勝てるかな。てっきり右下にハテナブロックのマークがあるからさ、ハテナブロック叩かなきゃいけないって思うじゃん、まんま騙されたぜ。そりゃお前らはオッケーだろうよ、こっちはいつでも KO 状態なんだよ。じゃあクッパクラウチンをしたいと思います。え、間違ってる、笑われたけど、いやまだチャンスあるよ、頼む鉄球よ。ナイス、こっちで合ってたんだね。それじゃあ行きますか、このツタの上に登って何が来る。次は左下、左下なんだろうね、なんかヒントみたいな感じだけど多分あれじゃないよね。このフラを取ります。いやこれはまだいけるね、一旦石合図落としてその隙に左に行こうか。さあメットかぶってこいって書いてるけど、メットとかなかんないよね、あのメットをかぶってこいってこと。一旦このまま下行って行ってかぶってこのまま上に行けと、なかなか調子がいいんじゃない今回。でこのまま下に行けっていう感じでしょ。ドキャンが一緒やし。それじゃあここはさ、メットをかぶったらいけなかったんだろうね、多分あの投げのマークみたいなあるじゃん、あそこで投げなきゃいけないんだよきっと。なんでこのメットをこの場所で投げてみます、どうなる。いや今のパウでさ、下の一緒やしいなくなったみたいな、ナイス。なんだここレールがあるな、怪しいぞ、このまま右を進化したらドキャンに入るみたいな、そんなつもりなんじゃないか。頼むゆっくり行こうか、ゆっくり。
嘘かわいいだろないんだここでジャンプジャンプよっしゃ来たそしてこの土管に入るとそういう感じだね入れませんねくっそどこに行けばよかったんだろうあわかったわかった左にドアがあるねすいませんそろそろ僕中間ポイントというものが欲しいんですがめっちゃ長いよね全然ないやんこのコース中間ポイントないのもしかして一番右信用していいのか僕はコインを信用したいと思います頼むコインこの顔面狂気がこれどこだったっけ一番右真ん中どっち頼むディベンドイッチ真ん中が正解でなんでよだからここまで戻ってくるのにめっちゃ時間かかるからね本当にそれじゃあ次は一番右でいけるっていうことでしょいい加減にせんかこれさ下降りて左を進化しろっていうことなんかななるほどそういうことだ危ないちょっここやった笑ってんじゃねえよここは上に行こっか頼む中間ポイント本当に欲しいなうわもう下に降りれんやんかこれもう上が正解であってて頼むどうって書いてないか大丈夫かこっちは上に行けば何があるんだせめて中間ポイントノーここ中間ポイントがないとかそんな感じなんかなじゃあこの下のブラパワードッスを反応させろっていうことでしょこの辺じゃ反応しないもんねあこれで反応してくれるのかそんでこのまま下に行けと風はまずいぞどっちが正解だこれはキノコ頼むよしこのまま右に行けるって感じかよしよし頼むこのまま中間こっから中間ってくれよラルって書いてないかこっちが違うみたいなそういうことはやめてくれよないやキノコ来てるよもう本当にきついねこのコース上等じゃねえか中間ポイントなんかなくたってこのコースクリアしてみせますよそれじゃあここでキノコを取って右に行く早くそして2人あっどうすりゃいいのよこんなの無理やんかなんださ何が出てくるここに来てわけわかんないトラップまで用意してきやがったよじゃあここは一旦上で右を失敗これでいいんじゃないのはっで下から右に行けるとさあこのスネークブロック乗っていいんでしょうか短っこのスネークブロック寿命が短かったねなるほどねここは右の上のツタに捕まれってことかなただでもうやられたくない何やってんだよベッド仕事してくれよいやこれでも僕は右に行けることを証明したいギリギリまで下に行ってジャンプこの豚野郎がそれじゃあここさ走ってジャンプで行けっていうことだよね行けんのかな頼むよしさあこれオンオンをして右に行けばゴールなんじゃないかな頼むあれは鍵なのかうわ怪しすぎるこれどうなんだ叩いてみますバカねえブラパそんなのには引っかかりません頼むゴールもあっていいじゃないからうわまだなのせめて中間ポイントをくれよあっ今全然大丈夫一旦ブラパが通り過ぎた後に左から行きますそして次どうしようこの砲台なんか出してきそうなんだよな一旦この場所で待機しておいていいまず何を出してくるか一気アップかじゃあここはオンオンをしてこのコースもうやめていいっすかこっからマジで慎重に行こうもうやられたくないからね一旦ハテナブロックを叩いてすぐ右上に行くそして次はどうだ左上かこのツタの上に行けばいいのか行け惜しいあれそろそろゴールなんじゃないあの右下ののかそれじゃあここからスピード勝負だね左のツタの場所まで行ってすぐ右に行くそれであれあこれでいいのかよし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 さあ土管に入って土管に入れないよあ左中間ポイントあんじゃねえか忘れんなってHahaha
これね、編集してたらどんだけになるかわかんないんだけど、めちゃくちゃやってるからね。そしてやっぱりトロールコースを作ってる方々が言うように素晴らしいコースでしたね。ぜひまた遊びたいと思います。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオヘディングということで、まず説明文を見てもらっていいですか。あしか書いてないんですよ。このあだけに突っ込むのも疲れたんで、さっさ始めてっていいですか。すいません、配信者らしからぬ楽をしようとしてました。それじゃあ謝罪の意味も含め誠意を持ってあのあだけでストーリーを展開していこうかなと思います。ブー君よ、ちょっとこっち来なさい。何ですかピオキング先生。君はなんでいつもこうなんだ。せっかく素晴らしいアイデアのコースを作っているのに説明文があだけ。マリメ大学に合格するつもりはあるのか。いや俺マリメ大とか興味ねえし。っていうか俺だけじゃないで、あって書いてる人他にもたくさんいますよ。コース名にあって書いてる人もたくさんいますよ。なんでそいつらを注意しないんすか。っていうかピオキング先生、このコースクリアできるんすか。まずクリアしてから文句言ってほしいっすね。先生を舐めてんのかアプ。このコースをクリアすれば今後説明文をきちんと書くんだな。いや別にそこまで言ってねえし。すいません、笑いをこらえながらやったんですけど、ここが限界でした。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.42% で、ゴール条件にさ、パックを倒してゴールって書いてたよね。いや、いつも思うんだけど、このマリオの上にベッドを設置しててくんないから、初見じゃ絶対かぶれないってこれ。はい、それじゃあ気を取り直して、まずベッドをかぶる。そしてこのベッドを多分ヘディングで持っていけっていう感じだろうね、右側に。で、パックン、なるほど、ここまで持ってきてこのパックンを倒せばいいのか。そして気になったことが一つあるんだけど、右側に鍵があったじゃん。その鍵ブロックの中に埋まってるんだよね。これどうやって取るんだろう。右下、あ、右下角っこでジャンプすれば取れそうだね。それじゃあ本番やっていきますが、以前さ、でかい鉄球をヘディングで運ぶコースしたと思うんだけど、それと違って、うわ、的が小さいからやっぱり難しいね。なるべく左側でボールをヘディングすることに集中しよう。少しでも右に行っちゃうとこのボール左に行っちゃうもんね。さあここでシュート。カシャンじゃねえんだよ、何かぶってんだよボールを。最後の針のところがちょっとだけ難しいよね。あの針4つ設置されてて高さが結構あるからさ。じゃあここで一旦被弾してベッドを取る。そして鍵を取る。これ時間がめっちゃシビアだね。10秒しかないからさ、10秒以内で鍵を取って鍵ドアに戻らなくちゃいけないんだよね。さあこれでいけるか。ヒューマンシュート。ボールは友達、愛情をあげた分だけ愛情が跳ね返ってくる。そうだろうベッドよ、ここで僕たちの絆見せようじゃないか。ピオキンシュート。さあここで帰宅、早く帰宅、早く。あの鍵取るのめっちゃ焦るね。愛情の深さが足りなかったみたいだね。それじゃあベッドさんよ、僕との愛をもっと深めるためにハネムーンでも行こうじゃないか。ピオキンシュート。さあここですぐに帰宅、帰宅、さあ。なんでよ、今の絶対ゴールでいいでしょ。これね、ベッドを運ぶのが難しいんじゃない、鍵を取って鍵ドアに入るのが一番難しいね、制限時間内に。それじゃあ次こそ行きたいと思います。ここで鍵を取って入る。きた。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。